こう使っちゃう、すぐ切り返しで、コース行くと、うん、もう切り返しからもうここに降りる場で、うん、降りる、ここ降りる場合がもうこう、うん、こういう感じで、うんうん、それってこっちが多分そんなにできてきてるから大江さん次イメージをしよう。大木さんはこう、そう、こっちの背屈のこの角度、この運動、この運動は手元で時間差をつけそう。でもいくらこうやってグーッて開くぞってやってもこれあんまなくない、だからこれもあるんですよ。そうそう、そうなんですよ。構えたらこういう感じ、こうすると多分シンプルに、あんま開いて感じちゃう。クラブで入れたいって腹いんやとかこの辺だから、めっちゃダンブローって言ってる人はこの辺だから、でシャドウって言ってる人でこの辺だから、これじゃんこうやって当てると思う。この角度を大事に、この角度のままめっちゃその角度は、それが多分こんだけ動きよくなっても大ブレイクしない。ここなんかもう一個だけじゃないで、ココロちゃんの方が真面目でちゃんとしてる。プロたちは何にもきっちり打ってない。そう、それはこうなんですよ。彼らはここに基準があるから、そもそもこっちに落ちるようになってるからどうでもいいわけだから、ボールなんか見てないって言ってるんですよ。僕らもボール見てないよって。でもココロちゃんはめっちゃ見てるでしょ、ボールを。ボールを見てなかった時は後ろ向いてセーフだった。そう、あの時は良かったでしょ。試合の緊張した場面でも見てないんだから、もう当たるじゃん。来たもん、ここに当たっても、こうしてたら、持ってくるでしょ。これを横からトンカチみたいなのが当たっちゃったら、ここに入らないやつ、全部取った。同じ入り方だと、ここから、こう取ったら、こう取ってくるでしょ。これが、こういう角度下がってくる。だから、プロたちは、ポールちゃんの方が真面目にやってるわけ。ちょっとこうじゃなくて、多分点になってるんですね。
最近は、うん、だから調子悪かったって、OK、ありがとうございました。ありがとうございます。 YouTube のこれ小さくなった小さくなった小さくなった YouTube のチャン